岡田、弱音を取ろ。6試合ぶりの勝利に阪神岡田彰布監督は、ふーっと吐き出すようにつぶやいた。しんどいわ。森下の先頭打者本塁打、才木の完封勝利で、隅一の新勝。11連勝中だったロッテをなんとか振り切り、連敗は5でストップ。第2次政権ワースト更新は阻止した。初戦、第2戦と9回に追いつかれて悪夢のさよなら負け。この日も9回に才木が初めて連打を浴び、ノーアウト1、2塁のピンチを招いた。前日のシーンがよぎったかと問われると、岡田監督はすぐさま否定した。そんなんよぎるもクソも、毎日見てるんやから。よぎるというのはあんまり見てないことや。毎日見てんねんから、昨日も今日も。腹くくるしかないやん。才木に託すしかないやん。指揮官の覚悟を感じたかのように、一人で投げ切った右腕。才木に聞いたれ。俺はもうええやろと最大級の賛辞を送った。低空飛行を続ける打線をテコ入れするため、前日に続き大幅に打順を変更。2戦連続で近本を4番に据え、1番には森下、ミエセスも今季初先発させた。近本には、そんなに板につかへんやろ、2試合くらいでと話したが、突破口を模索してもぎ取った白星だった。偶然にも、この日は岡田監督の母校、総大の7期ぶりのリーグ優勝が決定。この1勝から、上昇モードに戻る。1点取って勝てるのは才木だけやで。他の投手なら負け。ええ加減にしてほしいわ。打線。しんどいというかひどいね。この後に及んで4安打て、この様子だと夏まで打たないな。大山、ミエセス、小畑とか打つ気がしない。渡辺もきつくなってきた。雰囲気がベンチで暗くなれば、オリックス時代の2の前やからな。才木ありがとう。もうそれしかないわ。沢村賞へ一曲線や。それにしても、大山、ついに打率1割台に突入。それでも大山は使い続けますか？才木の踏ん張りに、打撃陣がもっと奮起してやってくれ。今年の才木とビーズリーはすごい。この一勝から、上昇モードに戻る。って、そんな要素がどこにあった？適当すぎやろ。たくむくんに頑張ってもらいたい。頑張ってるんだろうけど、なんかいまいちだよね。本当大山どうすんの？低打席到達してる選手の中でセリーグ最下位の打率。ほんま1ヶ月外して頭冷やしたら？しんどいけどここで踏ん張って、交流戦5割で終われればいい。そのしんどくなる、打線組んでるの自分だろ。火曜からはいい加減2軍と入れ替えしてくれ。まあ負け越してるんですけどね。